はい、皆様こんにちは。5時半になりました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。今日もこの後約30分間、ぜひ最後までお付き合いください。この番組は、みんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしております。はい、ということでですね、今日は8月の27日の日曜日ということで、あっという間に8月も最後の日曜日を迎えましたね。ほんと早い。今日はですね、いつもはちょっと動画で映像付きでお送りをしているんですが、今回は本当にラジオ音声だけでお送りをしていきたいと思います。ね、8月も終わりなんですけどね、青森県もすごく暑くてですね、もう信じられないぐらい暑いです。ちょっと今夜に収録をしているんですが、エアコンがないお部屋なので、すいません、BGM で車の音とたまに走る車の音と、あとちょっとイヤホンだとマイクだと拾わないかもしれないですけどね、今マツムシスズムシが私の後ろでは窓の外で鳴いております。聞こえるのかな、そういったもし聞こえていたらですね、そちらを BGM 代わりに今日のつながるラジオはお届けしていきたいなというふうに思います。昼間に収録できる環境ではなくてですね、暑すぎてちょっと、夜の収録にさせていただきましたので、ちょっと画像なしと動画なしということでですね、何卒夏のうちはご勘弁いただきたいなというふうに思っております。はい、いや本当ですね、私が住んでるのは青森県の弘前市というところなんですが、すいません、かなり車うるさいですね、申し訳ありません。青森県弘前市というところなんですけど、 NHK のニュースなんかでも毎日明日の気温は温度はこれぐらい上がるぞ、高い気温になるぞランキング、もしくは実績のランキング結構やってるんですけどね、我々弘前市は3位にランクインしたりですね、実績でも予想でも3位にランクインしたり、お盆始まるちょっと前だから多分10日か11日ぐらいに全国3位で暑かったんですよ。で、今大体お盆過ぎると、まあ暑さ寒さも悲願までなんて言葉もあってですね、大体例年のこの津軽地方っていうか青森県全体はお盆過ぎると、まあ夜はだいぶ涼しくなる、まあたまに熱帯夜があるかなぐらいなんですけど、ちょっともう熱帯夜どころの騒ぎじゃなくてですね、今日は寝れるのかなってくらい今暑いです。はい、でほんと今日今日22日なんですけどね、収録日22日だから23日の全国ランキングは弘前3位に最高気温ランキングに予想されてましてですね、もう沖縄なんかよりも全然常夏ですよこっちは。もうさぞかし涼しいであろうなんて思っていたらですね、もう全くそんなことはない、本当にもう異常だと、もう家族も騒いでおります。でもですね、冷静に考えると、半年前、まあ今8月なんでね、まあ半年前って2月のまあ末ぐらいですね、その時の最低気温は、まあ、氷点下に近いわけですよ。まあ0度とか、まあ1、2、3度ぐらい、まあ下手すら氷点下ぐらいな季節なんですよね、2月って。まあ全然氷点下下回ることもザラなんですよ。半年前の最低気温は0度から氷点下で、3ヶ月後
まあ、今から3ヶ月後ってのは大体11月末なんですけど、11月末の最低気温になると、まあ、下手すりゃ1桁 なんですよね。だからちょっとなんかそう考えると気持ちが追いついていかなくなってきて、今めちゃくちゃこんなに暑くて、最低気温27度とかっていう状況だったりするんですけど、半年前は下手したら氷点下、3ヶ月後は下手したら1桁 っていう最低気温にですね、この気温の落差に、と、このスパンの短さに、ちょっとなんか今ついていけてなくて、考えなきゃよかったなってちょっと思ってるぐらいなんですけどね。いや、それぐらいなんですかね、こう、四季がはっきりしているというか。ねえ、ほんとこれは、青森県の魅力の一つなんじゃないかなというふうに思いたいです。にしても暑いですけどね、ちょっと暑着なんですけど。まあ、虫たちはね、秋の虫たちが鳴き始めてますし、そういや、セミはあんまりなんか鳴いてないような、まあ、平気で今日も35度で、明日37度予想なんですけど、収録日の話ですよ。なんですけど、セミの声はね、あんまり聞こえてこないんで、まあ、きっと夏は終わりなんでしょう。で、秋が来てるのはもう間違いないんですけどね。いや、どうにかしたいものですが、どうにもなりません。そんなことでですね、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com、すべて小文字の797@fmgino1.com です。この番組だと YouTube、FM ギノワンさんの YouTube でも配信させていただいております。アーカイブご覧いただくこともできますし、サイマル放送もやってます。あとはですね、YouTube の方をご覧、動画でご覧の皆様は一応 QR コードを、画面上に動いてはいませんが 載せておりますので、そちらの QR コードから、つながるラジオ専用の YouTube チャンネルの方にもですね、飛ぶことができますので、そうするとアーカイブ聞きやすくなってるかなというふうに思います。先週はですね、青森県の八戸市というところで、ゲストハウスを、営んでいらっしゃる、鈴木みのりさんをお迎えしました。鈴木さんも、青森県から一度は出られてですね、あと海外の留学をもされたりなんかしてですね、いろんなご経験豊富な方で、で、今は地元である青森県に戻って、ご自身のひいおばあちゃんのですね、お家、まあ、使われてたお家を、まあ、リフォーム、ご自身でね、DIY なんかもされて、ゲストハウスを作ってらっしゃると。ひいおばあちゃんがですね、やっぱこう人が集まるのが好きだよっていう、そういうご性格だったみたいで、そういう、地域のそういう集まる場所になりたいっていう、そんな思いからですね、登勢の家っていう、まあ、登勢さんっていうね、おばあちゃんの名前だったそうなんですが、登勢の家っていう、そういったゲストハウスを八戸市で営んでらっしゃってて、本当世界のね、いろんな各国から、今、お泊まりになられる方が多いというような、そんなお話を前回はお伺いしておりますので、ぜひぜひアーカイブでもですね、ご覧いただけたら嬉しいなと。で、なんだったら泊まりに行ってもらいたいなと。沖縄の皆さんお待ちしておりますのでですね、沖縄じゃない全国の皆さんお待ちしておりますので、ぜひ、アーカイブご覧ください。ということで、今日も始めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、 Facebook ページからお問い合わせください。
ということで、お届けしております、つながるラジオです。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、8月最後の放送となりますけどもですね、今日のお話していきたいなと思うんですが、まあちょっと今収録夜でっていうこともあって、お盆もちょうど終わったということで、少し思い出に浸る時間にしようかなと思っておりまして、今日はですね、お盆の話をですねしていきたいと考えております。ね、皆様はね、どんなお盆をお過ごしになられたんでしょうかね。結構ね、海外に行かれた方も、ずっとコロナでね、ちょっとこう我慢をしなきゃいけなかった、時期が3年ほど続きましたので、今年はすごく多かったようですよね。うん、皆様の周りにもいらっしゃるんじゃないでしょうかね。うん、で、まあ海外までね行かなかったとしても、結構国内旅行を楽しまれた方は非常に多かったんじゃないでしょうか。うん、近場でもね、少し足を伸ばした方、いろんなところに行かれた方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、そんな私はですね、どんなお盆を過ごしたかというと、全然青森県から一歩も出ていないっていうねそんなお盆を過ごさせていただきました。はい、まあなんだったら今年青森県から出たのまだ1回しかないっていうね本当に、はい、まあ、もうそろそろ出ようかなと思ってるんですけどね、旅に出ようかなと思ってるんですが、ね、ちょっとお盆はですね、ゆっくりお家で過ごさせていただいてきました。まあその代わりって言ったら変なんですけどね、まあ親戚一同ね、久しぶりにちょっとこう一堂に返すというか、うん、そんな機会もありまして、やっぱりこうなかなかそんなに遠くにね住んでいるわけではないんですけど、やっぱりコロナのねことも気になるし、うちの親なんかはね少し、まあ、後期高齢者に差し当たっておりますので、まあ万が一ねちょっとコロナになっちゃったら少し心配なところもやっぱあるよねっていう、そんなことはちょっとまあ拭いきれてないところもあってですね、なんとなく、集まるか集まらないかっていうのをちょっとこう、みんながみんな遠慮してたっていう、そんな時期が続いてたんですけど、まあ、このお盆はですね久々に集まろうということですね、になりまして集まりました。うん、で何よりね嬉しかったのは、まあ自分のね姉、嫁いでた姉たちも戻ってきて、旦那さんですね、義理の兄たちも来てくださって、うん、なんか久々にいろんなお話ワイワイってしながらいたのもすごく嬉しかったんですけど、一番嬉しかったのは甥っ子ですよね。まあ姉の子供になりますけど、甥っ子に久々に会えたっていうのがやっぱちょっと嬉しくてですね。で、甥っ子だけはちょっと青森離れて暮らしてまして、今京都の方でですね、学生生活、大学生でなんですよ。うん。で、ちょうどコロナに入った年に大学入学ということだったので、なかなかやっぱ帰ってこれないままですね。まあ、帰ってきても、こっちのね、姉の方の家族の方には戻ってきてるけど、やっぱり、親戚の方まではちょっとやめとこうかと。なんかそういう感じが3年ほど続きまして、うん。久々に、甥っ子に会うことができました。うん。で、私の場合はですね、周りは久々3年ぶりぐらいなんでしょうけど、私の場合はちょっと U ターンをしてきたっていう事情もあってですね、まあ、その U ターンをしてきたのは、まず23年ぶりに青森県に去年帰ってきておりまして、でその間、まあ、全く実家に帰ってなかったわけではないんですが、うん、あんまりそこまで積極的に帰ってきたわけでもなくですね、ちょっとかいつまんで帰ってきた感じなので、甥っ子がいるタイミングでなかなか帰れなかった。まあ、ちょっとお仕事柄で、ね、サービス業にちょっと従事してたこともあってですね、お盆はお仕事、お正月もお仕事、みたいな、そういう、まあ、生活だったんで、なかなかですね、そういう、甥っ子に会いたくても会えなかったっていうのも、まあ、事実なんですが、まあ、とはいえですね、小学校、甥っ子が今大学4年生ですけど、小学校のね、多分2、3年ぐらいだった
時から会ってないんですよ。ざっくり計算したら15年ほど会ってなかったみたいで。やっぱね、さすがに15年も経つとね、向こうも多分記憶にも薄れてますし、下手したら覚えてない。めちゃくちゃ遊んだんですけどね。めちゃくちゃ話したし、めちゃくちゃ遊んだんですけど、下手すりゃ覚えてない。小学校低学年の記憶ですからね。まあそれは致し方ないとして。で、やっぱ何よりやっぱこっちの記憶ですよね。やっぱもうめちゃくちゃちっちゃい時の記憶のままやっぱストップしちゃうんですね。これやっぱ不思議なもんでですね。ちょうど今日テレビで朝のニュースで寺田心くんがなんか出てたんですけどね。もう寺田心くんって言ったらもうなんかね、小学校1、2年生ぐらい、もう1年、小学校にも入ってないぐらいなのかな、ぐらいからもう僕の中で記憶が止まってて、今日朝のニュースで見たらもう15歳になってるって話なんですよね。あ、でもそりゃそうだよなと。まあ当たり前の話なんですけど、もう心くんが、なんですかね、ちょっとおかっぱでちょっとランドセル背負ってる的な、蝶ネクタイつけてる心くんから変わってないっていう、あれと一緒なんですよ。自分の甥っ子も。変わってないんですよ、その時の記憶から。だから、成長当然していくんですけど、自分の記憶が止まったままだから、やっぱりね、すごくギャップを感じる。まあ、当たり前、向こうはもっとギャップ感じると思うんですけどね。まあ、当時若者だった私が、もう中年になってますからね。もうお互い様だっちゃお互い様なんでしょうけど、お前もかっていうとこなんでしょうけど、いやー、やっぱ何もイソップそこが嬉しくもあり、なんとなく、物悲しくもありというかですね。まあ嬉しさの方が強いですけどね。まあ久々にもう一回会えてですね、やっぱ話できたのはやっぱ嬉しかったですかね。3年間、やっぱりコロナっていう中でのね、やっぱ普通のキャンパスライフをどうも過ごせなかったと。授業はリモートで、で、いろんな活動の制限もあり、でね、緊急事態宣言の時は行動の制限もありましたからね。やっぱそういう中で、3年間、大学4年間のうちの3年間を、まあほとんどコロナで潰れてしまったっていうようなことだったと思うんでね。なんかちょっと少し自分が経験した学生生活とは、ちょっとやっぱ趣が違ったんだろうなっていうのを話を聞いてて、すごく感じました。まあでもね、大学4年生であと半年ぐらいか。半年ぐらいの大学生活は残ってるんでね。それを3年分取り戻すぐらいね、ちょっとエンジョイしてほしいなというふうな気持ちでいますね。なんか聞いたら、卒論があるの？って聞いたら、卒論はない大学なんだって言ってたんで、あ、大学って今卒論ない大学もあるんだと思いながらですね、いいなぁなんてちょっと思ったりもしてたんですけど、まあ、めちゃくちゃエンジョイできるじゃんっていう4年生っていう感じでね。だから本当、ちょっとエンジョイしてほしいなと思ってます。就職活動もね、無事終わって、で、金融機関にね、就職が決まっているんですけど、ちっちゃい時はね、やっぱり、まあちっちゃい時って本当小学校ぐらいの低学年ですから、その時話してたのは、ウルトラマンとかね、トミカのとかね、プラレールとか、大好きで、あと仮面ライダー、何々かもうちょっとすいません忘れちゃいましたけど、とにかく仮面ライダーも好きで、なんかそういう話をたくさん教えてくれてたんですよ、僕に。今こんなのがあってね、とか、これが強くってね、とか、そういう話をしてくれてたんですけど、それは15年経てばですね、話も変わりますよ。で、まあ、ましてやもう、経済学部の金融機関にも就職が内定しておりますから、話すことはですね、やっぱ金融の話とかね、やっぱそういう固い話に もうこれも時代の流れというのは、ね、成長っていうのは、すごいなって なんかしみじみ思った瞬間でもありました
まあ本当ね、もういいよ、ね、もう立派な大人になって、おじさんは嬉しいよという そんな気持ちでしたね。まあそんなこんなでね、結構ワイワイガヤガヤ、たくさんのお話ができてですね。なんか非常に、たった一日ね、まあ午前中から夕方ぐらいまでの時間帯だったんですけど、まあみんなでいろんな話をしてですね、あ、やっぱりこうやって、やっぱ親戚一同集まってお話しするのって、やっぱすごく大事なことなんだなーって、そんなことも感じたお盆でしたね。まあ、あとはお盆はね、ちょっと、やっぱ暑かったんで、ゆっくり体を休めると いうことに、ちょっと専念を、させていただきました。まあ、ちょっとね、お盆直前まで、長いこと、だいぶ長いこと、学校、資格のね、取得で、学校の方にも通っていたということで、なんか予約、なんですかね、こう、少し、ゆったりとした時間をようやく持てたな、みたいな。時間割に左右されない 時間を持て、自分の時間を持てたな、っていうのも、お盆の実感としてはありました。まあ本当はね、ちょっと勉強しようかな、なんても思ったんですけど、もうちょっと、お盆ぐらいは、いいかと。脳もお疲れでしょうということで、お休みにしましたが、ね、ちょっとお盆を開けて2週間ぐらい経ちますけど、まだお休み中ですけどね、脳は。そろそろちょっと開花させていかなければいけませんね。資格試験もちょっと迫ってきました。11月の頭なので、実質あと2ヶ月ぐらいなんでね。ちょっとこの8月、9月からエンジンかけて、ちょっと頑張って やっていきたいなと。まあ、8月はやれよということなんですけどね。ちょっとこの暑さがなければね、やれるんですけどね。ちょっと涼しくならないと。どうにもこうにもエアコンのない部屋では難しそうなので、ちょっと、9月からエンジンかけていきたいと思います。まあ、そんなお盆をね、過ごしておりましたということですね。皆さんもね、どんなお過ごしだったのか。まあ、もしよかったらですね、ぜひ、冒頭申し上げた、メールアドレスにメッセージいただいても嬉しいな、なんても思っております。ということでございましてですね。まあ、あとは、そうだな。何やってたかな。本当にあとはずっと結構、寝覚めしてたって感じですよね。本当そんなお盆だったな。結構久々になんかダラダラしたお盆を過ごせたって感じがしますね。まあ、8月はね、ちょっと終わりになりますけど、まあ、9月にね、入ってくると、まあ、8月でもそうか、青森県はリンゴの収穫がね、もう始まっておりまして、早生っていうね、早い品種、早く食べられるリンゴはもう、収穫が始まっていて、スーパーはちょっと早いかな。まあ、なんか直売所なんかではですね、もうリンゴが並び始めているのも目にします。まあ、今時期のリンゴは少し酸っぱいということらしくてですね、ちょっと酸味が強いらしいんですけど、もうリンゴも並び始めるということなので、9月に入ってくると、まあ、多分皆様の全国地域でもですね、少しずつスーパーに青森県産リンゴが並び始めることになるのではないかな、なんてそんな風にも思ってますし、まあ、10月に入るとね、もうバンバン多分並び始めていきますんでね。で、今年はとにかく雨がね、九州地方の皆さんはね、結構雨多かったって大変だと思うんですけど、東北地方は本当雨が少なくて、それはそれで大変なんですよね。なんか局地的な2豪雨でね、ちょっと被害あっちゃってるところもあるんですけど、まあ大部分のところはどちらかというと水が少ないというか、雨不足というか、いうことで、やっぱ野菜のなりの状況っていうか、生育状況も良くないということも聞きますし、あとリンゴも、少しやっぱり水分がね、どうしても雨が少なかったですから、ちょっと水分がちょっと少ないなーなんてこういうことも結構聞こえてきてます。なので、そうするとちょっとね、去年よりも形が少し小ぶりになるみたいで、リンゴの大きさが少しこう一回り小さく感じになりそうだなんていうことなんですけどね。ただ、
ちょうど今このオンエアしてるぐらいが雨、青森県雨予報になってたんで、まあ、久々のちょっと長雨予報で、4日間連続ぐらいちょっと雨降るということなんで、ここでね、少しりんごも、すくすくと水分をじゅわっとね、こう、吸収して大きくなってくれたらなっていうね、普段はちょっと嫌な雨も、恵みの雨にやっぱり今ちょっとなりますのでね、農家さんたちは非常にやっぱり心配が多いなというところでございますけれどもね、そんな9月、10月もね、青森県は色とりどりのりんごが並んできますのでね、皆さんお近くのスーパー見かけたらぜひご購入していただけたら嬉しいななんて、そんなふうに思います。ということでですね、あっという間ではございますけど、エンディングのお時間でございます。毎週日曜日5時半ですね、つながるラジオをお届けしております。毎週、自分の思ったこととか、ゲストさんをお招きしたりとか、昔勤めてた会社の話をしたりとか、今の話をしたりとか、様々なですね、お話をさせていただいておりますので、気楽にお付き合いいただけたら嬉しいなと思っております。動画でご覧の皆様はですね、ご覧いただいている画面に QR コードございます。そちら QR コード読み込んでいただきますと、私にまつわるリンクいろいろご用意ございますのでですね、特に毎日ノートとか Facebook はですね、同じ内容になりますけど、何かしら、ちょっとこう、コラムじゃないけど、なんかこう文章を書き溜めておりますのでですね、よかったら登録とか、いいねとか、なんかそんなアクションいただけますと励みになりますのでですね、喜びます。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、来週は9月ですね。また9月は涼しくなっていてほしいけど、どうかな？ 願いながら、また9月にお会いいたしましょう。最後までお聞きくださりましてありがとうございました。雑音入ってすいませんでした。ではまた来週お会いしましょう。それではさようなら。失礼いたします。